時は鎌倉時代。宋を中心に東アジア圏で、人の往来が盛んになっていました。幕府を主導とした国交はありませんでしたが、個人の貿易や商人の往来は頻繁に行われていたようです。一方この時期、モンゴル帝国が中央アジアから北西インド、南ロシアにまたがる大帝国を築き上げていました。当時最強の帝国を率いたフビライ・ハンは、高麗を服属させた後、日本に興味を持ったようです。帝国の監視に、日本との通行を助言されたことから興味を持ったんだよな。当時日本は、金を産出する黄金の国として知られていたから、フビライは、その富を手に入れようとした可能性があるな。そうですね。また、当時フビライは中国大陸統一のために、南宋を攻略する必要がありました。そのため、南宋の周辺国にあたる日本を、自分の配下にしておく必要があったようです。フビライは、早速日本に対して行動を起こします。当時のモンゴル帝国の外交は、まずモンゴル帝国への朝貢を要求。それが拒否された場合は、武力によって制圧するという方法でした。え？それって外交っていうのか？当時のモンゴルは最大の帝国だったから、相当自信があったんだろうな。そのようですね。1266年、フビライは蒙古国長城を作成し、使節とともに日本へと向かわせます。しかし、1回目の使節は日本に届くことはありませんでした。この頃は海を渡るだけでも命がけだもんな。きっと津島海峡あたりで、波に飲まれたんじゃないのか？いえ、そういうわけではなかったようです。実は、日本との仲介役を命じられていた高麗が、海が荒れていて危険だから、日本との交流は利益にならないから、といった言い訳をして、使節団を返してしまっていたようです。そのため、フビライからの国書は日本に届きませんでした。つまり、高麗がサボってたということか？相手はあのモンゴル帝国なのによくやったな。サボったというわけではなく、日本に国書が届いてしまうと、高麗が大変なことになると考えたようです。というのも、この国書について日本が首を縦に振らなかった場合、当然モンゴル帝国は、日本を武力で制圧しにかかります。その時、日本侵攻のための兵力や資金の負担を、モンゴル帝国に強いられる可能性がありました。そのため、高麗はこのような行動に出たようです。確かに、地理的に考えても、高麗に負担が行くのは間違いなさそうだな。高麗側にもいろんな思惑が働いていたんだな。この事実を知ったフビライは当然激怒。日本を諦めきれないフビライは、1268年に再び使節団を日本へ向かわせ、国書は、とうとう太宰府に届けられました。激怒したフビライが、どんな仕打ちをしたのかは聞かないでおくぜ。ちなみに国書には、どんなことが書かれていたんだ？かなり高圧的な内容が書かれていたようです。日本のことを小国と書いていたり、兵を用いることを誰が好もうかと、モンゴル帝国に従わない場合は、武力行使をほのめかしている文章もあったようです。フビライに対して、日本国王を一段下に書いていることからも、日本を下に見ていることが伝わるな。かなり挑発的な国書だけど、日本はどんな対応をしたんだ？この国書を見た幕府は、返答しないという対応を取りました。その後もフビライは、数回にわたって日本へ使節団を送りますが、日本は全く対応しませんでした。この日本側の対応に、フビライはいよいよ武力侵攻を決断します。1274年には将軍を高麗に派遣し、大日本のための戦艦300艘の準備を始めさせます。最初に予想していた通り、高麗への負担が大きくなってしまったんだな。日本はこうなることも予想して、フビライからの提案を断り続けていたんだよな。何か対策はしていたのか？当時、執権だった北条時宗は、このモンゴル帝国の動きに対応していきます。モンゴル帝国が侵攻した場合、戦場になる可能性が高いのは九州地方でした。そのため時宗は、九州に所領を持つ御家人に対し、モンゴル帝国への警護を命じます。そして1272年には異国警護番役を設置し、小児助吉、大友頼康の2名を総指揮に任命しました。時宗は若干14歳で執権の補佐を務めて、18歳で8代執権になったエリートだったからな。モンゴル帝国の武力侵攻に向けて、着々と準備を進めていたんだな。1274年10月3日、元軍が日本侵攻に向けて、朝鮮半島を出航。主力となる蒙古、官軍約2万、高麗軍約5600、その他の水府1万5000。総兵力4万5000以上の大軍が、900艘の軍船に乗り込み出撃しました。10月5日、元軍は津島の小茂田浜へ上陸し、襲撃を開始。午後4時には、下島へ3万人の軍勢も襲来しました。これに対し、津島勢は弓矢などで応戦。多くの源兵を討ち取りましたが、相手は大量の蒙古軍。健闘虚しく、津島勢は無残にも討ち死にすることとなりました。どう考えても、数が圧倒的に違うもんな。多くの島民が蹂躙されて、生き残った者は捕虜となったんだよな。
突然襲撃されて、命を落とした島民には言葉が出ないな。その後、元軍は壱岐の西側へと到達。壱岐勢も同様に元軍を迎え撃ちますが、元軍の圧倒的な大軍を前に撃ち取られてしまいます。こうして元軍は、壱岐を制圧。続けて10月16日には、肥前の松浦軍を襲い、他の地域同様蹂躙しました。この時、8人の家族が元軍に見つからないよう隠れていたが、飼っていた鶏の鳴き声のせいで、元軍に見つかったという伝承があるようだな。それ以来、この地域では鶏を飼わないようにされているらしいな。次々と日本の領地を蹂躙する元軍は、狙いである太宰府へ向け進軍します。この元軍侵攻の知らせは、すぐに朝廷や鎌倉に届き、九州の御家人たちが太宰府に向けて集結します。日本軍の総大将は小児影助。影助は、北九州地方の守護大名であり、九州奉行でした。影助は父の助義、そして兄の常助と共に元軍を迎え撃つべく参陣しました。そして、もう一人は大友頼康。頼康は、文後の守護職でした。その他にも、数多くの御家人が日本のため、そして自分たちの武功のために集結しました。集まった一人である、竹崎末永も重要人物の一人だよな。御家人としては弱小だったようだが、元軍との自分の戦いぶりを、あの有名な蒙古襲来絵言葉として描かせたんだよな。末永がこの絵を描かせてなかったら、元寇という歴史を知らなかったかもしれないな。1274年10月20日、元軍はついに博多湾に上陸。佐原軍から上陸した元軍は、桃地の東にある赤坂を占領。自分の陣をここに敷きます。この赤坂は丘陵地帯になっており、後々福岡城が築かれる、軍事の最重要拠点でした。なるほど、元軍が上陸して、いきなり重要な場所を占拠したんだな。おそらくその赤坂から、東の博多へ進軍するつもりだったんだろうな。日本軍はどうやって対抗するんだ？対する日本軍は、博多の沖の浜に集結。実は元軍が布陣した赤坂は湿地帯になっており、足場が非常に悪い場所でした。当時の武士たちは、馬に乗って弓を射るという戦術を得意としていたため、直接赤坂に布陣するのではなく、元軍の博多侵攻を迎撃しようとしたのでした。鎌倉武士の戦い方といえば、一騎打ちが基本なんだよな。圧倒的な数で襲ってくる元軍に対して、一騎打ちはかなり分が悪い気がするがどうなんだ？武士は一騎打ちで相手を打ち取る、というイメージがあるかもしれませんが、集団による戦いも行われていたようです。その戦い方は、まず小部隊の中心の武士を数人の家来が囲みます。そして、その小部隊がいくつか集まり、中部隊を組織します。このような中部隊を中心に、集団による戦いが行われていたようです。なるほど、そういう戦い方もされていたんだな。でも、この部隊を組織してどんな風に戦うんだ？鎌倉武士たちは、弓を使った戦いを得意としていたそうです。この頃の鎌倉武士たちは、和弓と呼ばれる弓を使い、世界でも珍しい重装弓騎兵でした。和弓は全長2メートルを超える大型の弓で、乱射には向きませんが圧倒的な威力を誇ります。この弓の威力を活かし、鎌倉武士たちは相手の射程外から、大小クラスの敵を狙い、撃ち取っていきます。すると、大小を失った敵の集団は指揮系統が乱れます。そこをさらに追撃して撃退する、という戦術を用いていたようです。なるほど、超威力の和弓に加えて、練られた集団戦術を使っていたんだな。鎌倉武士が世界最強だったと言われるゆえんが、少し見えた気がするぜ。元軍の赤坂布陣に対して、沖の浜に集結した武士たちでしたが、菊池武房の軍勢が、赤坂の松林にいた元軍を急襲。この突然の攻撃に驚いた元軍は、蘇原へと後退を開始します。この時、竹崎末永も元軍と一戦交えるべく、西へ進軍を開始。後退する元軍を追撃しますが、馬が湿地帯に足を取られて転倒してしまいます。その結果、元軍を取り逃してしまいました。やはり、地の利は日本にあったということか。元軍は蒙古軍や高麗軍が混じった状態だったから、指揮系統がうまく働いていなかった可能性もあるな。そうかもしれませんね。その後、他の武士たちも加わり、両軍は取り替え型にて本格的にぶつかります。駆けつけた武士たちの力と集団戦術により、武士団が元軍を圧倒。元軍は、桃地へと敗走を始めます。しかし、日本軍はこの機を見逃さず、さらに追撃を開始。総大将である小児影助も、前線で戦う気概を見せ、日本軍は文英の駅、最大の決戦に勝利しました。何回も追撃しているところに、鎌倉武士団の恐ろしさを感じるな。何度も襲ってくる武士団に、元軍も驚かずにはいられなかっただろうな。ところで、今の話には神風が出てこなかったけど、どうしてなんだ？文英の役では、嵐により元軍が退却をしたと信じられていましたが、実はそのような記述の歴史書はないようです。
八幡宮道君には、元軍が一夜で姿を消したという記述がありますが、そもそも後世に記されたもので、信憑性に欠けると言われています。また、この時期は日本の台風シーズンではないことや、他の歴史書によって、元軍撤退の理由が異なることから、神風があったのかどうかは、不明とされているようです。なるほど、確かに記録は書かれた国や立場によって違うから、正確なことははっきりしないんだな。だけど日本人としては、日本の鎌倉武士団が当時最強の元軍を打ち破っていてほしいところだな。武士たちの活躍により、大国モンゴル帝国を退けた日本でしたが、日本を守る体制を整える必要性が、浮き彫りとなりました。元軍がもう一度襲ってくる可能性も、十分考えられるもんな。文永の駅の前に設置した異国警護板役も、強化する必要がありそうだな。そのためにまず作られたのが、元寇防塁でした。元寇防塁は、高さと幅が2メートルの防塁です。内部には小石が詰められ、海側が切り立っているため、簡単に侵入できない構造でした。また、内側には傾斜がついているため、馬が走りやすくすぐに対処が可能です。この鉄壁の防塁が、約 20km にわたり築造されたのでした。博多湾一帯にこの防塁が作られたんだな。2メートルもあるなら、元軍がここを乗り越えるのは簡単じゃないわけだ。幕府はさらに、異国警護板役の強化にも乗り出しました。警護板役を春、夏、秋、冬の3ヶ月交代とし、九州の御家人たちがこれを担当していましたが、幕府は公家や寺社の召喚など、御家人ではない者に対しても警護板役を課すようになりました。国を挙げて、元軍の襲来に備えたということだな。警護板役についた御家人は、大板役を免除されたとはいえ、これをきっかけに経済的に困窮していくんだよな。一方、退却したモンゴル帝国は、1276年に南宋を滅ぼし、長年の目的であった中国統一を果たします。この時モンゴル帝国は、史上最大の版図となったようです。と、とんでもない広さだな。日本はよくこんな国を撤退させたな。最大の勢力となったモンゴル帝国は、日本に再び侵攻するための準備を進めるとともに、日本へ7度目、8度目となる使節団を派遣。目的はもちろん、日本を服属させるためでした。しかし、執権である北条時宗は、使節団を鎌倉に連行し、全員を斬首に処します。この知らせを聞いたフビライは、第二次日本侵攻を決定。再び、大量の軍船の製造を開始しました。この時、臨済宗の無学祖元が元軍の再来を予期していた、という話もあるんだよな。しかし使節団の首をはねたら、元軍がもう一度襲ってきそうだけど、時宗はどうして何度も斬首を決行したんだろうな。1281年、ついに元軍による第二次日本侵攻、公安の役が開始。元、高麗軍を主力とする、東路軍約4万、軍船900艘。そして旧南宋軍を主力とする、江南軍約10万、軍船3500艘。合計14万という史上最大規模の軍が、二手に分かれて日本へ進軍を開始します。文英の役は合計4万5千だったから、約3倍になる大軍を編成したんだな。こんな大軍が博多湾に侵入してきたら、いくら鎌倉武士といえどもまずい気がするぜ。まず日本へ向かったのは、東路軍でした。東路軍は、5月3日に朝鮮半島を出発、5月21日に対馬を襲撃、続いて、5月26日には壱岐を襲撃します。その勢いのまま博多湾から上陸しようと試みますが、防塁と日本軍の迎撃に遭い、上陸を断念。6月6日に鹿野島に上陸し、ここを占拠しました。鹿野島は九州本土と陸続きになっている、いわゆる陸系統だな。日本軍は博多湾に人員を多く割いていたから、鹿野島まで手が回らなかったんだな。そのようですね。しかし、これでおとなしくしている鎌倉武士ではありませんでした。一部の武士が、その日の夜に小舟で敵の艦隊に近づき、夜襲を決行。敵船に乗り込むと素早く敵の首を討ち取り、船に火をつけて退散します。これを見た他の武士も、相次いで夜襲に加わり、元軍に予想だにしない大打撃を与えます。さらに、2日後には陸からも攻撃を開始。一進一退の激戦となりましたが、6月9日、東路軍は壱岐への後退を決定。鹿野島の戦いは日本軍が勝利しました。東路軍には、まだ到着していない江南軍という切り札があったもんな。合流してからでも遅くないと判断したのかもしれないな。東路軍に疫病が蔓延していたことも、撤退の理由だったようです。また、やはり日本軍によって、かなりの痛手を負わされたこともあるのでしょう。東路軍は壱岐にて江南軍を待つこととしましたが、いつまで経っても江南軍は到着しませんでした。東路軍と江南軍は、6月15日までに壱岐で合流する予定だったんだよな。どうして現れなかったんだ？
江南軍の出航がかなり遅くなってしまったことが原因のようです。記録によると、江南軍が出航したのは6月18日、東路軍とかなり差が空いていることがわかります。元軍の総司令官が病気で交代したことによって、準備に大幅な遅れが生じ、出航が遅れてしまったようです。また、当初の合流地点ではない平戸島を目指していたことも、理由の一つとされています。なるほど、そんなことが起こっていたんだな。この頃は連絡手段もないわけだから、一度計画が狂うと命取りだな。出航が遅れた江南軍でしたが、6月下旬にとうとう平戸島に到着。日本軍の襲来に備えてすぐさま陣を構築、決戦の準備を始めました。行きにて江南軍との合流を待つ東路軍は、江南軍の平戸到着の知らせを聞いて、行きからの撤退を決定。江南軍と合流するため、平戸島を目指します。その後、合流した江南軍と東路軍は、東の高島へと移動を開始。高島は東西に約 5km、南北 23km という小さな島です。この小さな高島に、元軍の大艦隊が布陣することとなりました。江南軍は10万の兵力があったから、日本軍は大艦隊を見て驚いただろうな。しかも、準備していた博多湾ではないから、さすがに打つ手がないんじゃないか？この大艦隊を目にしても、鎌倉武士たちの士気は下がることはありません。7月27日、高島沖の元軍に対して、集まった武士たちが攻撃を仕掛けていきます。この高島沖の海戦に関しては、明確な資料が残っていないようですが、日中から夜明けまでの、長時間にわたる激戦だったことは間違いないようです。この戦いの結果、元軍には深刻な被害が発生し、九州上陸を躊躇して、高島で足踏みしてしまうことになりました。10万の艦隊に向けて、ひるむことなく攻撃を繰り返していたんだな。しかも、相手に深刻な被害を与えるなんて、鎌倉武士は本当に恐ろしいぜ。高島にて、両者総力戦の様相を呈していましたが、ここで思ってもいない出来事が起こります。なんと7月30日の夜、九州地方を台風が直撃。海にいた元軍は荒波に巻き込まれ、軍船の多くが大破。山のごとしとも表現された荒波の猛威に、沈没する船も多数あり、元軍は、再起不能の被害を受けることとなりました。文英の駅と違って、この頃は台風のシーズンだもんな。元軍にとっては悪夢、そして日本軍にとってはまさに神風だったんだな。台風の襲来から数日後、元軍は日本からの撤退を決定。台風により船の数が激減してしまったため、元軍の将校は船から兵士を無理やり下ろし、自分たちだけが乗り込んで高島から撤退。なんと、10万の兵士が置き去りにされてしまったようです。多くの兵士が日本に置き去りにされてしまったんだな。当時の軍というものを深くは知らないが、置き去りにされた兵士には敵ながら同情するぜ。この元軍に対して、日本軍は最後の総攻撃を決行。指揮官が逃げてしまった元軍は指揮系統が全くなく、さらに連戦で戦う気力も残っていませんでした。その結果、この高島総攻撃で元軍の艦隊や残った元軍も壊滅。日本軍は2万人以上の元の兵士を捕らえることとなりました。この戦いをもって江安の役は終了。元軍との戦いは、またしても日本軍の勝利で幕を閉じました。高島には、首先や地裏、地獄谷といった地名があることからも、高島総攻撃がどれだけ激しい戦いだったのかがわかるな。もし鎌倉武士たちの奮闘がなかったら、大きく歴史が変わっていたんだろうな。そういった意味でも、なかなか感慨深い戦いだったぜ。といったところで原稿は終わりとしましょう。今後もこのチャンネルでは日本の戦いをテーマに動画を投稿していきます。応援よろしくお願いします。動画について、高評価やコメントしてくれるとありがたいぜ。それではご視聴ありがとうございました。